ベーカーはアメリカ合衆国の宇宙飛行実験において1959年に宇宙に打ち上げられたメスのリスザルである。一般には継承をつけてミスベーカーと呼ばれる。本項目では同時に打ち上げられた赤毛ザルのエーブルについても説明する。アメリカでは猿を宇宙に打ち上げる以前にも動物の打ち上げ実験が行われていたが、それらは 窒息やパラシュートの不具合により失敗し、また動物保護活動家からの抗議にあってソビエト連邦よりも遅れていた。ソ連では1951年7月22日に高度1 0 1キロメートルまで打ち上げた2匹の犬の回収に成功していた。アメリカ合衆国は1951年からエアロビーロケットでサルやマウスを宇宙の下場となる。 高度1 0 0トルまで打ち上げる実験を行った。ベーカーとして知られることになるリスザルはフロリダ州マイアミのペットショップで他の25匹のリスザルと共に購入されペンサコーラの海軍航空宇宙医学部に運ばれた。この中から最大24時間の換金、全身の電極の取り付け、常時監視の試験をくぐり抜けた14匹が候補として選ばれた。2007年の本。 アニマルズ・イン・スペースリサーチ・ロケッツ・フロム・ザ・スペース・シャトルで、コリン・バージェスとクリス・ラブスは、ベーカーのことを知性と愛情のある、おとなしい態度によって、他の猿よりも際立っていたと振り返っている。このことから、テンダー・ラビング・ケアの頭文字を取って、TLC とあだなされた。飛行実験にあたって、2匹は、AB を表すナト o フォネティックコードから、アルファ・ブラボーと名付けられたが、 飛行実験前に以前使われていたフォネティックコードに基づいてエーブルベーカーに変更された。打ち上げを待つベーカー打ち上げ準備が完了したジュピター AM-18 ロケットベーカーはゴムとセーム側で裏打ちされたヘルメットとジャケットを着用し、モデルセメントで鼻に取り付けられた呼吸系が装着された。彼女は926インチの靴箱サイズのカプセルに入れられ、 ゴムとグラスファイバーで密封された。生命維持装置は圧力バルブのついた酸素ボトルで吐き出された二酸化炭素や水分を吸収する水酸化リチウムを備えていた。1959年5月28日午前2時39分、ベーカーとエイブルはジュピターロケットによって 38G の加速度で高度300マイルまで打ち上げられ16分間の宇宙飛行を行った。 そのうち9分間が無重力状態だった。ケープカナベラル空軍基地の第26バイト発射施設から打ち上げられ、そこから 2400km 離れたプエルトリコ近くの大西洋に着水し、米海軍の艦艇、カイオアによって回収された。次の表にジュピター AM-18 ミッションの猿の特性と飛行中に採取された測定値を示す。 エイブルの測定の一部にはデータに問題があった。このロケットにはエイブルとベイカーの他にも赤パンカビ、人の血液、大腸菌、玉ねぎ、マスタードとトウモロコシの種子、症状場へのさなぎ、酵母、ウニの卵子と精子が搭載された。エイブルは期間から4日後に行われた電極を除去する手術の際、麻酔に反応した非常に稀な心房細動により死亡した。 手術が行われた、フォートノックスの次官のロバート・ハリング・ホールスト大佐は、これは麻酔による死の中でも、あらゆる外界が恐れるタイプのものです。なぜそれが起こるのかは、正確にはわかりませんと語った。病理解剖では、エーブルの死の原因となった可能性のある問題は、見つからなかった。エーブルの遺体は剥製にされ、国立航空宇宙博物館に展示されている。 アメリカ動物虐待防止協会は人間と動物の相互利益のための先駆者として動物の慎重に管理された科学的な使用を支援したとしてベーカーに功績賞を授与した。誕生日を祝福されるベーカー・エーブルとベーカーは1959年6月15日のライフ氏の表紙に掲載された。ペンサコーラの海軍航空宇宙医学部で展示されている間、 ベーカーには同じ種のオスのビッグ・ジョージが与えられた。結婚せずに同棲するのは良くないという飼育係の考えから1962年には2匹の結婚式が行われた。1971年、ベーカーとビッグ・ジョージはフロリダ州ペンサコーラの海軍航空宇宙医学部からアラバマ州ハンツビルのアメリカ宇宙ロケットセンターに移った。そこでベーカーは 博物館の訪問者を楽しませ、子供たちから1日に100から150通の手紙を受け取った。ビッグジョージは1979年1月8日に亡くなった。その3ヶ月後、ヤーケス国立霊長類研究センターから来たノーマンが新しい夫となり、アラバマ地方裁判所の裁判官、ダンマッコイの司会で結婚式が行われた。 ベーカーは白いウェディングドレスを着せられたがすぐに脱いでしまった。ベーカーの実際の誕生日は不明なため宇宙飛行が行われた5月28日を誕生日として祝っていた。1984年の宇宙飛行25周年の時にはベーカーにはラバーダックと好物のバナナ入りのストロベリー味のゼリーが贈られ何千人もの人々からの祝福を受けた。 ベーカーの墓石の上には、いつも必ずバナナが備えられている。1984年11月29日、ベーカーは、ディスザルの最長時記録を塗り替えた後、オーバーアン大学病院で腎不全により亡くなった。ベーカーの遺体は、アメリカ宇宙、ロケットセンターの敷地内に埋葬されている。彼女の墓石の上には、いつも必ずバナナが備えられている。ありがとうございます。